時刻は22時を回りました。皆様、こんばんは。秋元のりこ、お休み前の本棚の時間です。お相手は私、秋元のりこです。皆さん、どんな夜を過ごしていらっしゃいますか <laughs>、えー、この番組は、宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより、22時30分まで放送いたします。どうぞ、皆様。 寝ないで最後までお付き合いくださいえー、この番組はですね、えー、朗読をより身近に楽しんでいただきたいと思ってますトークと音楽と朗読とえー、この3つをなるべく1つのテーマにまとめていきたいなと思ってます今日はその、えー、テーマは人生相談となってますどんな風になるでしょうか えこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは799 at h o m e f m g i n o ドットコム。また、YouTube でもネット配信しています。お休み前の本棚で検索すると、えー、聞くことができると思いますので、ぜひぜひぜひあの、YouTube チャンネルもお願いします。えまた、 えー、スマホであの聞いていただく場合はアプリのリスンラジオまたはマイチューナーラジオをダウンロードしていただきますと、えー、聞くことができます。ぜひぜひあの聞いてくださいね。それでは、えー、ここで早速1曲お届けいたします。えー、今日はですね、サラ・ボーンのミスティ どうぞお聴きいただきました曲はサラボーンのミスティでしたいいですよねこの曲最初が「ルカ o ミ私を見て」で始まるんですけどもう声からムードから歌本当に素敵だと思いますさて今日はですね人生問題が 人生問題いや、人生相談。<laughs> 人生問題ってなんだよ。<laughs> 人生相談について、あのーあ、いろいろとおしゃべりしていきたいと思います。それでそれでですね、あのー、初のメッセージをいただきましたお便りですね。そこからいきたいと思います。はじめまして、ラジオネーム、青春です。青春さん、青春かな 秋元のりこさんを通して沖縄の FM 技能案とつながることができたこと、嬉しいご縁です。ありがとうございます。沖縄には一度訪れただけなのですが、方言、言葉のイントネーションが優しくてとっても和みます。だそうですよ、あかりさん。嬉しいですね。<laughs> <laughs> 秋元さんにお聞きしてみたいこと、テーマたくさんあるのですが、その一つに色についてがあります。お好きな色。 着る身につけるのにどんな色が好きですかえー、っとですね、もう本当単純なんですけど、あのー、洋服ダンス開けるとどれがどれか分かんないぐらいみんな黒です。そんなに黒が多いんですね。<laughs> さ探しようもこれは何の黒もう <laughs> 明るいとこでないと分かんないぐらい黒ばっか着てますね、えーそっか。あとは赤ですね。うんうん、黒と赤ですね。そうそうそう。 えー、でもなんか赤の方がイメージ強い気がしました秋元さんっぽい。うん、時々パーッとこう、うん、今日は元気でいくぞっていう時は赤い靴下を履いたりねそういうことしますけどそうそう冷蔵庫も黒で、うん、それで、えー、そうそうそうオーブントースターが赤なのねだ <laughs> から台所も黒と赤なんですう そう <laughs> なんか台所用品って大体いい白とかグレーっぽいイメージ <laughs> ーいや黒と赤に統一してますねそうなんですね <laughs> ちょっと拝見したいです、はい、そんなキッチンあどうぞどうぞ、うん、もう黒いあの冷蔵庫が威張っていますね威張ってますかはい <laughs>、はい、うんあの、うん、今日は人生相談で、はい、あかりさんなんか あったりしもう私は人生相んか秋元さんってすごくこの何て言うんですか明るいお声とんかすごい私は明るいイメージを持ってるんですけどんか自己紹介の時にんかこう子育てをしながら演劇とか朗読とか朗読を目指し始めたきっかけもすごいこの。 自分がダウンしてる時そうそう<に>泣いてたそ<う> <laughs> 発見してそこから上がっていった感じがしたので <laughs> あそんなこうなんかこう上がったり下がったりの人生だったんだと思うと <laughs> なんかそう <laughs> ジェットコースターですよ本当にまあもう波乱万丈でいろ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 ですね、うん、皆さんもそうだと思うんですけどえー だからなんかこう影を知ってる明るさの人だったんだっていう<ー>ことをすごく思ったんですね<ー>そうだから結構いろいろ私はあのいくつか聞いてみたいことがあどう,、はい、どうぞどうぞどうぞ具体的に何か私で答えられればやったじゃあ <laughs> 相談第1号ですねわー、はいではあの私はこ,うここ最近ちょっと。うん 不運続きというか、なんかあの、彼氏と別れてしまったり。そう、彼氏。すごいことだ。そう、別れたり、結構長年付き合ってた人だったんですけど。そう、なんかお互いにこうちょっと、今は違うかもねっていうことで、まあ円満になんですけどね。仲もいいし。ああ、あ、そっか、そっか、それならいいね。そう、そう。彼氏と別れたり、あとはなんかあの。 バイクが故障したり、車が壊れたり、ああうん、悪いとことって続くよね。なんかすごい悪いことが続いた時にの、なんかメンタルの立て直し方というか。うんうんうん、あ,あのね、うん、悪いことが、それ三つあるよね。三つも続いたでしょ。うんうん、そしたら、それは絶対次にジャンプできる証なんだよね。うんうん 絶対に上に行くんだけどね。<ー>でもその前に失恋とか振られたってわけじゃないんだ。円満円満に別れたんだ。そうそう。何ヶ月かかけてね。そんな悲しいは悲しいとかはない。あ、なんかこう辛いとか。ちょっとした喪失感があるかなっていう。あ<ー>そうそう。ああ、いやー、本当の失恋って言ったら本当大変よ。もうなんか、うん、そうだなー。 うーんしつ失恋じゃないんだったら別にね、うん、なんかここから私がいつもあ私がいつも頭の中にあるのは何が起きてもなんか特に不運なことがあった時に、うん、神様は間違えないって言葉が出るのね頭の中に神様は絶対間違えないだからこれは何か意味があるんだっていうふうに必ず取る、うん、ああなるほど、うん、そうかそうかなんかち違ってるわけじゃないんだってここから何かを うんよく言われるけどねねなんかそう私も最初はそう思えてたんですけどだけど、うん、あれ、うん、なんか一週間経っても二週間経っても続く一ヶ月経っても悪いことが起こってるって思うと。えー いやなんかで最近私の友達にそれを相談したんですねそしたらすごいすっとんきょうなこと答えが返ってきて私は面白くてもうこれを解決策にしようかと思うぐらいだったんですけどなんかあのそれは私ちなみに最近吐いたもあって片、ね、頭痛と一緒に歯の痛さもくるんですけど、うん、なんかあのそ親知らずが原因だったみたいで。うんうん で友達曰く親知らずがまだ口の中にあるうちは悪いことは続くからすぐ抜けって言われて <laughs> そんなことあるって思って親知らず私も二十歳の時に4本全部抜いたけど、うん、その <laughs> その後いっぱいあったわよ悪いことあ <laughs> あのあとはやっぱりあの、うん その環境を変えるっていうのがあるよねもう全然違うところに行くっていうか、うん、違うところ行って空気吸ってくるとかだ、うん、から悩みはでも人に話す話すことで少し楽にもなるよね,、うん、ね本当ですよね、うん、またなんかもうなんかこうバチでも当たってんのかなっていう気分になってきちゃったり するんで,すでもさよ、ね、自分でさ、うん、なんでだろうなんでだろうってこう掘るとさ、うん、余計に集まってくるかもしれない、うん、あー確かに言霊もありますしね<笑><笑>そうき切り替えた方が、うん、もうあもう十分ですいっぱいいただきましたここからもう学ぶことは学びますのでって言って、うん、あとね私がいつもよくやるのは、うん あの朝夜寝る時もやるし朝起きた時もやるけどもう一日を作っちゃうの頭の中でこうなって<ー>今日誰々と会ってこんな楽しいことがあってこれがすごい食べ,食べに行ったら美味しかったりとかうん、うん、いいことばっかり考えるうんあっ確になんか <laughs> そっちを考えるそうそうそう全然もう今日何があるんだろう、うん、また何か悪いことあるのかしらって思っちゃうと。うん そこに行くよね自分が思ってんだから <laughs> うん、うん、ね、なんかねそううまく心のバランスが取れない日が続くなって思ったからなんかんちなみに秋元さんはこう例えば いい香りを嗅ぐとか、そういう実践とか、はい、ああそういうのもありますかあ。あ香りは絶対あのすぐに脳に行くので、うん、いつもあの持ってます。ちょっとあの電車満員電車だったりとか、うん、ちょっと嫌なこと言われたりしたらその匂いすっと嗅ぐ。うん、持ってる小さいのいつも。うん、あそうなんだ。うんうん匂いはいいよ。そうそうそうそれで気分が変わる。いいななんかおすすめの香りとかありますか。うん 私ねお友達にもらったんですけど富良野のラベンダーうんちっちゃいのをこうもらってそれずっといつでも持ってるすっと匂いかくと気分変わるそうなんですねいいなちょっと私もこういうなんか日頃のルーティンに入れてみようかなと思ってでもね今ね伝わってきたんだけどあっそれは常にあるかも絶対それたっぷり寝たらうんあのそこから抜け出れるうん なるほど、ありがとうございます。睡眠の問題のような気がしてきた。うんうん、ね、なんかね、なんか生活を見直したら良くなったりするかもしれないですよね。うん、私の場合は朝目玉焼きを2個食べれるときは元気でいいとき。お<ー>で、2個食べる。1>, る1個じゃなくて2個食べる。うん、よっしゃ <laughs> って。<laughs> あ、なんかおまじないみたいでいいですね、それも。そうなんです、そうなんです。それはなんで2個食べれるかというと、ぐっすり寝た日、朝は食べれる。うん じゃないと、はい、食欲がない。なるほど、ありがとうございます。ちょっと実践してみます。いや、なんか、あんまり答えなってない <laughs> <laughs>、うん。なんか、こんな10分未満で。<laughs> いや、ありがとうございます。はい。駆け足でしたが。はい <laughs> <laughs>、えー。では、ちょっと二曲目の曲紹介をお願いいたします。<laughs> はい。はい。ええー、今日はですね。二曲目も、ちょっと。いい感じだと思うんですが。ナットキングコールのスターダスト。 ですこのあと太宰治の「松」を朗読いたしますので合わせてお聴きくださいどうぞ「太宰治作松」「商船のその小さい駅に私は毎日人を迎えに参ります」「誰ともわからぬ人を迎えに市場で買い物をして その帰りには必ず駅に立ち寄って、駅の冷たいベンチに腰を下ろし、買い物かごを膝に乗せ、ぼんやり改札口を見ているのです。上り下りの電車がホームに到着するごとに、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやってきて、一様に怒っているような顔をして、 パスを出したり、切符を手渡したり、それからそそくさと脇目も振らず歩いて、私の座っているベンチの前を通り、駅前の広場に出て、そうして思い思いの方向に散っていく。私はぼんやり座っています。誰か一人、笑って私に声をかける。おお、怖い。 困る。胸がドキドキする。考えただけでも背中に冷や水をかけられたようにゾッとして息が詰まる。けれども私はやっぱり誰かを待っているのです。いったい私は毎日ここに座って誰を待っているのでしょう。どんな人をいいえ私の待っているものは 人間でなないい。かもしれない私は人間を嫌いです。い,いえ、怖いのです。人と顔を合わせて、おかわりありませんか寒くなりました。などと言いたくもない挨拶をいいか減に言っていると、なんだか。 自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって死にたくなります。そうしてまた、相手の人も、むやみに私を警戒して、当たらず触らずのお世辞やら、もったいぶった嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて、相手の人のケチな用心深さが悲しく、いよいよ世の中が嫌で嫌でたまらなくなります。 世の中の人というものはお互いこわばった挨拶をして用心してそしてお互いに疲れて一生を送るものなのでしょうか私は人に会うのが嫌なのですだから私はよほどのことでもない限り私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした家にいて 母と二人っきりで黙って縫い物をしていると一番楽な気持ちでしたけれどもいよいよ大戦争が始まって周囲がひどく緊張してまいりましてからは私だけが家で毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてなんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました。 身を粉にして働いて直接にお役に立ちたい気持ちなのです。私は私の今までの生活に自信を失ってしまったのです。家に黙って座っていられない思いで、けれども外に出てみたところで私には行くところがどこにもありません。買い物をして その帰りには駅に立ち寄って、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのです。どなたかひょいっと現れたらという期待と、ああ、現れたら困る、どうしようという恐怖と、でも現れた時には仕方がない。その人に私の命を差し上げよう。私の運がその時決まってしまうのだ。 というような諦めに似た覚悟とその他様々のけしからぬ空想などが異様に絡み合って胸がいっぱいになり失速するほど苦しくなります生きているのか死んでいるのかわからぬような白昼の夢を見ているようななんだか頼りない気持ちになって眼前の人の往来のありさまも 望遠鏡を逆に覗いたみたいに小さく遠く思われて世界がしんとなってしまうのです。ああ、私は一体何を待っているのでしょうひょっとしたら私は大変みだらな女なのかもしれない。大戦争が始まってなんだか不安で。 身を粉にして働いてお役に立ちたいというのは嘘で本当はそんな立派そうな口実を設けて自身の軽はずみな空想を実現しようと何かしら良い機会を狙っているのかもしれないここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども胸の中では不埒な計画がチロチロ燃えているような気もする。 一体私は誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もないただモヤモヤしているけれども私は待っている大戦争が始まってからは毎日毎日お買い物の帰りには駅に立ち寄りこの冷たいベンチに腰をかけて待っている誰か一人笑って私に声をかける おお、怖い。ああ、困る。私の待っているのはあなたではない。それでは一体、私は誰を待っているのだろう。旦那様違う。恋人違います。お友達いやだ。お金まさか、亡霊お礼おいやだ。 もっと和やかな、ぱっと明るい、すばらしいもの。なんだかわからない。例えば、春のようなものいや、ちがう。青葉、五月、麦畑を流れる清水。やっぱりちがう。ああ。けれども私は待っているのです。胸を躍らせて待っているのだ。 目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを抱えて、細かく震えながら、一心に、一心に待っているのだ。私を忘れないでくださいませ。毎日毎日、駅をお迎えに行っては、むなしく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずに。 どうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名はわざとお教え申しません。お教えせずともあなたはいつか私を見かける。ザ太宰治の「待つ」でした。いかがだったでしょうか。最後、えって思った方もあるんじゃないでしょうか。<laughs> いかにも太宰らしい。 私からするといやらしいなという <laughs> いやらしいって言っちゃ悪いけれど <laughs> ああそうきましたかっていう感じで終わってましたねはいえっとですね来週はですねあの朗読をテーマにあのお話もしたいと思いますので、えー、朗読にまつわることなんかあの疑問質問ありましたらどうぞメッセージをお寄せくださいよろしくお願いしますそれでは また一週間が始まりますね。どんな一週間にしますかいいことがいっぱい起きますように。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。お相手は秋元のりこでした。おやすみなさい。素敵な夢を。